こんにちは、かなです。チャンネル登録お願いします。まずはビートチェック。先行俺、高校あなた、8小節4本、レディーファイ。お待たせラップオタクの出番だ。フロムコッペパンじゃないが、お前をボコボコにする梅田サイファーにもさ、うめえなあんたって言われるスキル。噛んでも噛んでも味が出る、まるでスルメ。俺のおすすめ言葉がコスメ、自分を彩るファンデーション、ファイネーション。は簡単だ、再現度 S じゃない F。 わかってる、自分の脳の回転を知る、お前のことサイレントキル。ジョイントがなくてもポイントポイント、要点抑えて高得点を取っていく、測定不能のスキル、今日もご賞味あれ。この視点からのディスなら面倒いて、けどラップのエンジョイぜ。だからどんなに何を言われても気にしない、だってライフは君次第って知っているぜ。地味地味地道にやっていく、仲間とか友達、親両親全員に感謝してハンター何度聞いてもテクなんもねえ、それならいけない。 L&A お前をとがく飛ばす、ロサンゼルスエンゼルスみたいに俺活躍していく、タグルーマーがチグハグなやつ、チクタクと処刑の時刻へ時計を指す、ごめんねカス。終了、レッツジャッジ。延長、先行後攻入れ替えます。まずはビートチェック。先行あなた、後攻俺、8小節4本、レディーファイ。延長入ってもいいの、連打連打、それ違うよ、口の喧嘩喧嘩だから、まるでメンサみたいな思考でお前のこと面談して、選択してやる無意識か、でもラップを考えてる今は、実はやっぱすごい腕はだったって思わせるスキルをまだ放てるわ。俺は徹底的に攻撃するんだ、好きなやつは。あんたは確かに口が達者、けどそこにさ好きがあるか、好きはあるな、それは知ってる、だって俺は知ってる、全部ゴールデンレトリバー、得点ゲトルバー、ブラ俺のフロー。
ターに何を言われても、俺は犬好き無類のラップ好き、狂い咲きで狂った頭で神崎みたいに突っ込むか、いやこれは地元ネタ伝わらない話か、けれども私はあるぜ、私は自己紹介代わりのこのラップでお前の心のボルテージ他の言う通り、ここで路線を並行していくだけ当然抵抗、地元乗りはコムドート、勢いまびれているオフロード走っていく、これオフサイドトラップ得ねえぞブランクがあっても俺の方がうまい、一枚上手勝利おねんねしてなさい。終了、レッツジャッジ勝者あなた。